どうも、キマガレントです。今日さ、うん、ケムにさ、ケム、あ、令和ロマンの、ああ、ケムに、ケムに教えてもらってんけど、うん、TikTok、うん、に寄付番外レターって言ったらめっちゃありますよ。めっちゃあんねんて。見たら、うん、なんかめっちゃおもろかったんよ。何が？なんかわからんけど、うん、もう笑ってまう。どういうこと？だからちょっと見たいなと思って、それを今日一緒に。むっちゃええやん。その前にさ、一回社長だけ見。まずは、うん、俺たちの TikTok。まあ、社長は、うん、真ん中に出します。こちら。社長。はにゃ。お金って、やっぱ貯金した方がいいですかね。え？もうそんな出てくんねや。こんなんとかさ。それ押してみて。あのね、これ。何してんねん。これ、ちゃうもんな。あ、すごい。でもすごいな、これがおもろいんよ。そんなんね、やっぱりしんちゃんの声好き。じゃそんなええ感じの世界一好き。えぐいちええ感じちゃうわ。すげえ、今のとこむっちゃ昔の動画やつ。すごない？すごい。こんなんが山盛りあんねん。めちゃめちゃあんねん。でもこれなんかこうさっきみたいなポップなやつがやっぱおもろい。もしかしてもうおもろかったしな。してる？何それ？もしかしてガンダム、うん、ガンダム、うん、ガン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 ダム、うん、知らん。あれな、うん、ツイッターのやつね。それ見たい。おー、すごい。あー、ええー、な。すごいな、でも。すごいな。だから俺らは。すごい楽しい、見せられるな。素材が多いから、YouTube やってる分。そうか。もうめちゃめちゃ作られてる。いろんなパターンが見る。かっこんなん絶対おもろいやろ。好き。そういうさ、あれがあんのやな。すごいな。でもありがとうやな、勝手に。100人もいいねついてるやん。いや、これはほんまにありがたいけど、恥ずかしいねんな。確かに。すごいな。これすごいっしょ。めちゃめちゃ見てられるやろ、これ。煙が見つけたんや。煙がめっちゃありますよ、みたいな。確かにめっちゃあんな。うん。この人がおもろい。このリボンの人が一番絶妙なんですか。確かに、いいね。俺特集。おもない選手権の時は。おもない選手権またやりたいな。確かに。これ、京極特集だな。京極、ほんま、髪型でむっちゃ人変わるよな。確かに。結構、いろいろやってるのか、髪型。メガネなくしてん。言ったっけ。え？あれ、きつい。皆さんほんと調べてみてください。TikTok で。てか、それさ、Twitter 上には出回らんねや。な。そういうことじゃないねんな。じゃないんちゃう。あ、そうですか。面白い。これ面白いんよ。ありがとうございます。たくさん。愛されてるな。恥ずかしい感じになってんね。あんな顔して映ってるけど、俺たちは。言ってる内容って絶対もっと、うんこみたいなこと言ってるやん。が、なんかピンクの字体とキラキラのおかげで、素敵なこと言ってるみたいな。もう誰でもあんな編集は余裕な。できんちゃう。すごいな。そういう時代ですよ。誕生日、しんちゃんまだまだ物足りない、みたいなやつが一番やっぱ覚えてるやん。いや、むっちゃ見たもん。引用リツイートしちゃったから。でもね、その人のね、ツイート見たらね、キューバンガイレットのファンおりますみたいな、引退した。ずっと陰ながら応援してますみたいな感じだけど。何、なんで？なんか好きなものが見つかったりしたんじゃん。彼氏できたとかもあるな。なるほどね。だってさ、あ、じゃあまあいい、ま、円満対ファン、うん、その対ファン、卒業や。円満卒業。だからね、卒業する際はね、一声かけてくださいよ。理由添えてもらったらこっちも拍手しやすいよな。おめでとうございますって言って、またいつかね、大きくなって、うん、どこかでご一緒しましょうって。まあ他に好きな人ができましたでもいいし、ね、うん、それ全然やっちゃうからね。寂しいけどね。寂しいよ、こっちは寂しい、うん、笑顔で送り出すよな。全然。卒業式やる？ファン辞めた人だけ集めて。俺らの、もっと俺らのファンだけが来ていいライブとかやりたいな。全然受けへんで。昔はそういうの好きやったって。もっと俺らのファンって、現アンチの可能性全然あるから。あれる。だって、もう、好きじゃなくなったってことは、そうね、結構ある。でもさ、もう一度俺らにチャンスをくれライブみたいなことや、うん。卒業しよう、ね。より戻そうっていう。もうより戻す方向？卒業じゃなくて。で、卒業はさ、今から辞める人。あ、そっか。でさ、卒業ライブ来ちゃって、またやっぱりファンになりましたをさ、ちゃんと久しぶりに学校遊びに来た生徒みたいな感じで可愛がったような。
お前、お前何も変わってんよ、お前仕事大丈夫なんか、みたいな。何言ってんの何が。メガネなんでなくしたん？メガネね、確実に無限大でなくしてん。ああ、言ってたな。そうそう。で、もう絶対に無限大にあると。うん。信じて、一週間後の出番までアクション起こさんかった。で、まあなかったわな。まあでも諦めん方がいいかも。俺、アップルウォッチを無限大に置き忘れて、2年後ぐらいに帰ってきた。それでもさ、結構ちゃんとしたもんや。うん。だから、どっかの落とし物箱に入れられる。うん。メガネってさ、誰かが踏んでるかもしれんし。いやし、無限大やで。100% 小道具なるよ。どう入ってんで、でも。どう入り小道具なる？いや、なんか、メガネは忘れ物で取られへんかったら、小道具のメガネボックスにバーンってなるっていうのを聞いた。なるほどね。で、それで見に行ったものはなかった。でもさ、俺さ、ファンの方に2万円分のメガネ券。うん、めっちゃいい。そう、優待券みたいな。あ、じゃあもうええやん。で、全然いいと思ってて。しかも5個ぐらい買えるやん。メガネ市場のやつ。いや、もういいの1個でいいけど。でもいいし、その選択肢。いいの1個にせえや。いや、思ってんけど。いや、それこそなくした時にさ、うん、2万円をなくすのか、こう分散してなくすのか。まあ、金額関係ないからな。金額関係ないから、俺は。そうそうそう。なくす時に。高かったらどうとかじゃないかさ。で、メガネ市場行ったよ。メガネ市場ってさ、むっちゃなんか、行ったことないやろ。メガネ市場行ったことない。だから用事ないもん。そうやろ、うん、俺もなくて。なんか、安そうじゃない？まあ、名前的にはそうね。市場のせいで。設定そうやもん。そうやろ？むっちゃ高い。まあまあ、でもメガネやからな、物が。で、ジーンズとかよく聞くような。うん。は、ほんま、まあ、買える5000円やったら。ジーンズはだって目的がちゃうやろ。目的？目的はみんな、そうやろ、名誉。いや、ブルーライトカットじゃないの、ジーンズって。いや、だけじゃあなんでよ、メガネ売ってるやん。普通の度数、どう入ってるってこと。入ってるよ、もちろん。でもそれあれじゃない、なんか、メガネ屋さん。こう、スーツの違いみたいなもんでさ。うん。自分の目に合わせて左右でもちょっとちゃうから、うん、オーダーなのか。オーダー、もちろん。え、メガネってベースオーダー？オーダー。だし、測ってくれるやん。つるしのメガネないん？100均とかにはあるよ。100均のとかさ、あるやん。どう入ってるやつ。あ、そう。まあでも俺もう目悪なれへんから多分。分かれへんな。それ見に行って、で、俺はだからそのなんぼ2万円以内で2個買うとか、3個とか。うん。まあ、むっちゃ気に入った高いやつだったら1個でしようかなとか考えててんけど、もうあの、2個は絶対無理やったの。ああ、そうなん。1個で使うしか無理やった。1号ぐらいってこと。からもう、むっちゃ高い5万とかもあった。なんかその、勝手に最安でやってます、みたいなとこやと勝手に持ってたから。市場のせいでな。だってさ、靴市場とかあったらさ、むっちゃ安そうじゃない？靴屋さんで。靴市場は安そうやな。安い。市場はさ、っていうか、その、卸売の値段感あるやん。わかるわかる。ブランドもんやったな、意外と。最初の価格の感じするわな。うん。すごいな。TikTok みんなちょっと、ありがとうやな。まず。まず作ってくれて、本当に。だって、俺はさ、TikTok 全くやってないやんか。うん。やのに TikTok にたまに出現する可能性を生んでくれてる人らがおるってことやろ。それ見るために俺 TikTok 撮ったからね、アプリ。ああ、なるほどね。じゃあこれから社長を目にするときはどうなると思う。社長ちょっとまた撮るで。いきなり来るから、俺らは即興な。ああ、オッケー。俺らはっていうか、俺は即興や。じゃあ、この、はびこってる人らをさ、みんな絶対即興じゃないっていう話だったよ。ああ、そういうことね。今から撮っていいですかとか、ああ、それは。そこなしな。マジで俺がリラックスしてる。でも、社長意識しながら行き過ぎて、ほんまに社長になっちゃうかもしれへん。会社作っちゃうってこと？それ発信で。俺社長って呼ばれてるし、会社行けるやろと。っていうか、スタンス的に。あ、いや、スタンスはもう大丈夫。じゃあ、もっと、こう、昔の京国に遡っていくかも。どんどん超えちゃう。だって、あれって俺が言ってることが、一番正しいって思ってなかったらでけへんスタンスやから。お前アホかとか言うもんな。ありがとうございます。みんなも見てみてください、TikTok。はい。さよなら。TikTok。TikTok か。お前アホか。